宮本徹です。今日は総理に対して、シリア攻撃についての法的根拠、そして、今多くの皆さんが懸念されている北朝鮮をめぐる問題について質問させていただきました。シリア問題については、私は総理に対して国際法上の根拠はあるのかどうか質しましたが、安保理決議もない。そして、国連に対しても自衛権の行使という報告はないということが岸田大臣から答弁がありました。今回のトランプ政権のシリア攻撃については国際法違反は明々白々です。これに対して理解支持を表明するということで、国際法違反を認める立場に立つならば、化学兵器をやめさせるという、この国際人道法違反を正す立場をなくなるということで厳しく指摘をしたところであります。それから北朝鮮の問題については、私は先制攻撃というやり方はおびただしい犠牲が韓国にも日本にも及ぶと、これは絶対取ってはならない道だということを総理に対して訴え、そして総理に対して外交的解決と、そして武力行使はトランプ政権に絶対させないと、そのために説得しなさいということを求めました。しかし総理は圧力をかけることは必要だというばかりで、先制攻撃に対してノーという姿勢を一切取りませんでした。国民の命と安全を守る上で極めて無責任な姿勢だと思います。今ここまで国際社会が北朝鮮に対して圧力をかけてきたのは、平和的解決、外交的解決、政治的解決を目指して経済制裁を強化することでやってきました。これと圧力といっても軍事的威嚇をかけ、軍事攻撃も辞さないというのは全く違う道です。軍事的威嚇、この道は戦争につながりかねない大変危険な道です。この道を食い止めるために引き続き私たち頑張って追求していきたいと思います。